エサホロパイネンは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。ヘビメタルバンド、アモルフィスのリードギタリスト兼メインコンポーザーであり、創設メンバー。またデスメタルバンド、カオスブリードでもギターを担当しており、こちらも創設メンバーの一人である。アモルフィスドイツ公演1989年に、スラッシュメタルバンド、 バイオレントソリューションにギタリストとして加入。2本のデモテープに参加した。同バンドは1990年頃に解散。それからほどなくアモルフィスを結成。メンバーのうち、ヤン・レックベルガートトミ・コイブサーリはバイオレントソリューションで同僚であった。以降、同バンドのリードギタリストとして活動している。アモルフィスが メインバンドであるが、サイドプロジェクトで、デスメタルプロジェクトである、カオスブリードで活動していた。カオスブリードは、2003年に、エサに加えて、元アモルフィスのオーリ、ペッカライネ、センテンストのタネリアルは、ムーンソローのマルコタルボネン、ガンダルフのナレエステルマンの5人で結成された、デスメタルプロジェクトで、センチュリーメディアレコードから、アルバム、ブルータルをリリースしている。しかし、 現在ではカオスブリードは活動を停止しており、餌はアモルフィスに専念している。リッチー・ブラックモアやデビット・ギルモア、ジョン・マクラフリン、ペトリワ・ディラから影響を受けている。使用機材としては ESP のギターとコッホのアンプを使用している。ありがとうございます。